はい、どうも、パーカーです。今日はね、大学生の一日撮っていこうと思うんですけど、授業が何個かあって、さらにバイトがね、夜にあるっていう、なかなか王道な一日なんでね、頑張っていこうと思います。まず朝飯なんですけど、パンとコーヒー。僕、コーヒー別に味が好きとかじゃないんですけど、なんかもう飲まないと気が済まないんで飲んでます、毎日。それからね、最近クイズノックの伊沢くんの本買ったんですよ。僕ね、塾で働いてるから、これはいいなと思ってね、パーッと読んでみたんですけど、結構ね、面白いこといっぱい書いてあったんで、これはパクってね、生徒に横流ししてね、あたかも自分が編み出すみたいな感じで喋ろうって思ってます。んで、今から大学のオンライン授業を受けていくんですけれども、パソコンの充電見たらね、なんか 7% くらいしかなくて、だからね、この充電ケーブルのね、届く範囲内にしかね、縛りプレイをね、させていただくことにしました。でもね、これはね、これで集中できる環境をね、構築したんで、こんな感じで、なかなか良かったです。っていうのは大嘘で、全くこんな集中できませんでした。だからそもそも充電切れてるっていうのは嘘で、寝転がるための口実を言ってます、今。これね、もう家にいたらダメっていうの分かってるんで、そろそろね、もうこの家から、ね、脱出することを心に決めました。でね、まあとりあえず身だしなみをね、整えて、もう今からね、家出るってことはね、バイトにもね、向かうってことですから、今回はね、モノトーンコーデでね、出勤させていただきます。まあまだちょっと早いんですけれども、まあ先にね、ついといて、近くのね、スタバかなんかに行っとこうかなと。これね、交通費ももらえてますから、それでね、スタバにも行けるっていうね、一石二鳥です。そんでもってね、ようやくお目当てのスターバックスへやってきました。でもあれちょっと人多くないかってなって、スターバで席空いてなかったら僕の生産性ね、90% 下がってしまうんで、もう死んでるも同然なんでね、なんとか空いてくれっていう風にね、念じながら近づいてるんですけれども、願いは届かず満席というわけで悲しみに暮れています。まさかスターバックスが満席だとはね、僕も予想外でしたね。最近ソーシャルディスタンスがなくなってきて、席をね、全部使えるようになってたんですけど、それでもね、満席っていうまさかの衝撃的なスターバックス人気でね、僕は言えなきことになってしまいました。とりあえずね、別の場所を探します。はい、やってきました。スターバックスへの執念がやばいっていう、ストーカーの域になってるんですけど、ついに空いてるとこ見つけました。さっきとは違う場所なんですけれども、同じような地区でして、もうこの辺り一式のスターバックス触れ上がってるんじゃないかなって、もう、やばい、あいつが来るって。はい、それにはね、もうちょっとゆっくりしてたんですけれども、もうすぐに始まるんでね、今からバイト向かいたいなというふうに思います。今日はね、もう今ね、6時半くらいなんですけど、結構夜遅い時からスタートですね。何時に終わるのかあんまり把握してないんですけど、多分結構遅い時間に終わると思うんで。まあ僕がね、何時に帰ろうが、他人に影響を与えるっていうこともないし、世界がね、こう変化してしまうっていうバタフライエフェクトはないので安心なんですけれども、それよりね、全然違う方向さっきから歩いてて、普通に逆方向になってて、焦ってね、バイトまで走っていきます。遅刻するわけにはね、さすがにいかないんですけど、結構やばくて、で、こういう時に限って踏切がね、引っかかるんですよね。しかもね、電車の駅に横に隣接してる踏切なんで、無駄に長いっていうね、俺が走った方が早いやろっていうこの電車に対してね、ずっと叫んでました。はい、今ね、ようやくバイト終わりました。でね、めっちゃ腹減ってるんですよ、マジで。なんで俺あんな朝と昼少なかったんかって今疑ってるんですけど、めっちゃ腹減ったし、しかもめちゃくちゃ寒いんですよ。だから早く帰りたいんだけど、これ松屋あるから、松屋寄って帰りたいんやけど、家にね、よくよく考えてなんか、スーパーで野菜買ってたわと思ってね、それをちょっと炒めてやらないと死んでしまうんで、今からちょっと家帰って助けます、そいつらを。手のかかるやつらだぜ。いや、マジでミスった。ちょっとね、今、電車乗ってぼーっとしてたらですね、思いっきり逆方向のやつ乗ってまして、なんかわけわからん甲子園まで来ちゃいました。なんでこんな初歩的にはミスするかな。電車すら乗れないって、もう、電車デビューして何年目なんだよっていう話ですけど、マジ腹減ってんの、マジ辛いです。いや、ちょっと急がないと。で、マジで僕ちょっとそういうね、不注意の病気みたいなとこあるんでね。はい、ようやくね、家に帰ってくることができました。ほんとめちゃくちゃ時間かかったって話で、中2のね、多感な男子でもね、もっとまっすぐ家に帰ってくるぞっていうような話なんですけど、まあね、もうこうなった以上はね、パパッと飯作ってね、パパッと飯食って寝ようかなというふうに思っております。ね、さっき言ってたようにね、僕、野菜がね、冷蔵庫の中に眠らせてたんで、それをまずはね、召喚していきます。これなんですけど、これね、もう野菜炒めはね、すぐ作れるんでね、ほんまにすぐですよ。まばたきせずね、ご覧ください。
マジでね、帰ってきてからね、もう3分後にはね、料理が一品できてるっていう奇跡をね、起こしてしまったわけですね。あとさ、めちゃくちゃお腹減ったのに、この野菜だけだったら悲しすぎるじゃないですか。だからね、肉くらいね、食べている人に、本当はスーパーで肉を買って帰る予定だったんですけど、スーパーもう夜閉まってたから、これ食っていいっすよね、牛ホルモン焼き肉。これも最近ハマってるんで、これ食わせてください。うまい。肉だしでも全然いけるわ。ホルモン焼きはね、別にセブレでね、安い肉適当に見つけて買ってきたんやけど、たまたまですね、この僕の作った野菜炒めとね、めちゃくちゃ合うんですよ。だからね、セブレと僕のね、運命の対決つながってるんですね。いや、僕ね、塾のバイト始めてからちょっと研修してたんですけど、ついにね、こう初めてね、高校生をね、担当することになりました。科目はね、まず一発目はね、物理です。また実際やってみた感想とかね、話せればね、いいなというふうに思ってるんで、ね、ご期待ください。全然期待しなくていいんだけど。んでね、ホルモンちょっと余っちゃったからね、これ冷蔵庫閉まっとこうかなと思ってたんですけど、これのせいでね、今めっちゃ冷蔵庫ホルモン臭になってます。んでね、今からお風呂入ろうかなっていうふうに思ってるんですけど、僕ね、お風呂のマット、これ珪藻土マットっていう、どんなに水吸っても乾く板っていうのを使ってるんですけど、この珪藻土マット、カビが生えない珪藻土マットをね、カビさせるっていうね、ちょっと、ね、閲覧注意かもしれないんですけど、今風呂から上がってきたんですけど、諸事情によって足がね、あんまり乾かせないということで、足だけ懸命に拭いてですね、今からね、寝ようかなというふうに思います。それではね、最後までご視聴いただきありがとうございました。さよなら。